どうも、こんばんは、井上です。今回は前回、負けてしまった断罪のカボチャ S、 まあね、使いたくなかったんだけど、ちょっと有馬でリベンジしておこうと思います。とりあえず1回行って、まあ普通にクリアできたんでね、とりあえず動画に残しておこうかなと思います。まあでもね、結構ね食らうで。普通に有馬で行っても速攻決着つけれるってわけでもないしね。いつも何連れてったっけ俺。アキラか。アキラを今の有馬枠のとこに入れてたんだな。あの天候有馬のとこに。やべ、オートになってる。危ねえ、オートは危ない。さあとりあえずバーフを、マドさんのバーフを貯めて、まあ溜まるっしょ。まあ溜まるとして、で有馬貯めて、で有馬を出す。コンマ1タイミング、コンマ1タイミング遅い。出す。おいおい、落ちろ。よーし。でまあ鳴神をどこで打つかなんだよな。重蔵も貯めたいから一応こう重蔵でやるんだけども、ここで窓さんを出しておいて有馬で突破。2人倒したぐらいではスキルゲージどこまで溜まるんだろうか。思ったんだけどさ、このランタンが使ってくるスキルかっこよくね。あのスキルのさ入るじゃん、カットイン。あの時ちょっとかっこよくないか。なんとかここでブレイクさせておきたいが、とりあえず1ターン目でねブレイクさせておきたいんだよな。重蔵を下げるか、しかしゃーなし。いいよ、これ有馬の1回、うん、有馬の1回ぐらいじゃダメだから。有馬でブレイクさせたいんだよな。よいしょ。で1個ブレイクのあれが剥がれて、1回打とう。よ、まあ、1回剥がれたら次だいぶ入るでしょ。あ、重蔵のあれがたまるわ、その前にスキルが。っていうか俺共鳴剤はあるっちゃあるんだけど、なんかどれを共鳴させようか迷って、結局ねまだしてないからね、さっさとすればいいんだけどできてないから。あれ、たまんなかった。魔人号、これもう一回あれだな、こうやってこうやって、ザン。あー、ブレイクさせるだけならあれか、別に重蔵でやってもう一回あいつのスキルを使わせたいんだよ、重蔵のな。わざわざ有馬でやる必要ねえな。有馬たまんねえしな、多分これ。いや、しくったかこれ。まあいいや。あ、やべえ、ここスキル使ってくんだっけあいつ。かっこいい、ちゃんとカグネで攻撃するあたりかっこいい。あれ、スキル使ってこなかった。やつは一体いつ使ってくるんだこれ。まさか、あー、射撃モードになってるな、鳴神が。一回使って、普通の剣モードにして、下げて、どうかな。でちゃんとブレイクさせていく。でこのターンはここで終わろう。仕方ない、多分スキル使ってくるだろうな。っていうかブレイクしそうなんだよ。どういう、なんか、あ、むむむ、わわ、次でとどめを刺したい。かっこいい、ここ、この尻尾じゃねえわ、カグネについた、あの、やべ、危な、出血してるな、これまずいな。あの、カグネについたあの血を舐めるときのあれね。これ、有馬でいけっかな。有馬、溜めれたらいけると思うんだけどな。溜まるかどうかがちょっと。やって。まあ、溜まるっしょ。いけるっしょ。ね。いや、溜まってくれないと困るんだ、俺が。コンマ1タイミングが遅い。いやー、溜まんねえな、これ。きついか。飛ばしたか。いやー、飛ばせてないんごね。どうかな。で一応スキルのダメージは10万カット入ってる。でもブレイク食らうんだよな。ほう、やめてスキルやめて。オッケー、スキルって2回連続使ってくることあるんだろうか。結構ギリギリな戦いになってしまったんだが、これ普通にまずい。あはは、この脳死でやってたら結構ギリギリな戦いになってしまったんですが、まあとりあえず S はクリアということで。結構難しいっすよねこの S。 何の出血防止のアタッチメントつけたとはいえ、
出血でやられるっていうよりかはブレイクでゴリゴリ削られてねっていう感じだから、どうなんですかね。まあ明日からジャック2来るのかな、っていうか明日からね教習が始まるし、なんかちょっとルール見たんだけどね、アタックが 30% 下げられてて結構めんどくさいんだよな。もしかしたらワンキルできないかもしれないから、もしかしたら教習はスルーするかもしれないですね。はい、というわけでお疲れ様でした。また次回の実況動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。